おはようございます。2019年12月13日金曜日、朝7時17分です。早速、昨日の12月12日のポータルサイト登録更新情報をお届けいたします。はじめに今夜、土地ですね、土地459平米1900万、だいぶ坪単価、平米単価は安いです。これも写真がないです。詳細はお問い合わせください。島橋西野町が113平米、ちょっと狭めです。4950、ここ確か、ね、全面道路も狭いと思います。同じで島橋西野町、こちらもほぼ同じぐらいの面積で、380万円です。その他は、この100万、あ、マンションですね。39平米なんで、本当は 1LDK、そんなレベルで。1974年築なんで、どうなんだろう。ちょっと難しい、判断難しいですね。この辺も、ちょっとごめんなさい、読めないんですけど。あとは西浜の2050万も飛ばします。中古マンション、市駅11分75平米7階建てん7階建ての7階ですかね。あ、もう終わってますね。こっちは何、こっちも中古マンション、スカイビュー欅。面白いですね。これ間取りはちょっと出っ張ってる感じが珍しいですね。で、3290万なんで、まあ綺麗に、なんか綺麗ですけど、リフォームしたというか、綺麗にもともと使ってるっていう感じですね。なんかこういう、マンションの間取り、和室見るとすごい懐かしい気がしますけど、まあお手頃価格で、まあ居住目的で不動産買われる方は いいんじゃない、まあ欲しい方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、境谷で3980万、まあこれは例の通り、例のごとく、あそこですね、富士登山ですかね。はあ、はあははあ、だいぶ綺麗にお使いですね。まだ新しいし。で、その他、神崎600万、北大工町2100万、中海土地。あ、ここなんです。東高松土地、1146平米で1369万。分譲ですね。ぼちぼち埋まってきてますね。小学校まで近いのが魅力なのでしょうか。まあ、とはいえ小学校もね、最大6年間ですけど。次はちょっとこれ続きあんま情報ないですね。で、カダが280万サニータウンですかね。サニータウンの下の方ですね、さら地になってます。で、西高松マンション5階建ての3階、1900万。西浜中古マンション占有面積が約60平米で680万。北島中古戸建て3480万。これで3480万、西浜、中古戸建て2080万。こちらは、あ、これも以前見たことあると思います。で、一勝寺1400万、
これも安いっすね。まあ築、まあ、18年ぐらいですか。まあそれでもまだまだ新しい方だと思います。綺麗そうに見えますし、あ、実際綺麗ですね。これで1400万なんですからね。で、前面道路も見た感じ、まあまあ、私道ですかね。私道かなんか。まあ接道が 3.2メーター道路ってことですかね。まあそうですね。まあ 3.2 なんでちょっと狭いけど、まあこの隅切りっていうか、まあ展開部分があるのでそんなに難しくはないと思います。うん、駐車場2台だし。であとは広西土地500万、花壇の土地が100万です。もういよいよ100万とか。まあ、100万以下で実際正直取引はありますけど、あんまこうネットには出てこないんで、ただこうやってネットに100万円が出てくるってことはもう、ね、それ以下とか、まあ同じように100万円くらいのが、こうやってネットに出てくる時代にいよいよなってきました。で、その東高松重工、あと北の重工マンションかな、も、カンドリーも新築、北の重工マンション、神崎、ウリッチ、カンドリー、新築マンション、あ、新築戸建て、クイーノーセ、中古戸建て1680万。うん、これも綺麗ですね。本当にちょっと細長い感じですか。分かんない。うん。で、に松江西土地、なるかみの土地も1700万。新堀東、これも前見ましたかね。新堀東が、で東鍛冶屋町の土地が93平米の1687万円。はあはあはあ。お城の近くで、あれですね。倉庫らしいものが建ってます。うん。なんかお店とかやる方は、面白い立地ではあるかもしれないですけど、金額がですね、つつじが丘513平、つつじが丘で2区画買ったってことですかね。ああ。うんうんうん、もう手前の方ですね、こちら。1500万円。なるかみ1480万円、府中1456万円、400平米、小屋、土地で180平米、1366万円ですね、小屋で。うん。船所1332万。うん。ケミ、土地1133、208平米、梅原180平米で1083万円。このぐらいだったら結構皆さんてか、まあ購入される方多いかなと思ったら、やっぱり分譲地ですね。まあうまいくらいに価格設定されてると思います。で、まあこの辺もそうですね、170平米で1000万円。やっぱり分譲地の価格帯ですね。松島、166平米の1050万。木の本、312平米の1041万。カンドリ、港の土地、ババ、木の本、木の本、内原、小屋、西の章。ちょっと今日数が多いんで、だいぶ飛ばしになります。詳細、
は、テキスト版ご覧いただくか、あとは、お店の方にご来店いただくか、 LINE でお問い合わせください。ご来店いただくときは LINE 等で、ご予約していただいてからの方が、お待ちいただく時間とか、不要になりますので、そちらおすすめします。で、右下に記載ありますが、キッズスペースもございますので、お子様連れでもご安心してお越しいただければと思います。それでは本日も良い一日を、そして良い週末を。忘年会シーズンになってまいりました。飲みすぎないように、気をつけてください。それでは失礼します。